タング級潜水艦はアメリカ海軍の潜水艦の艦級。1951年から1952年にかけて6隻が収益した。本級は潜水艦水力増強計画に従って建造された艦級であった。同プログラムによりアメリカ海軍はその潜水艦設計にドイツの U ボートの技術を取り入れた。それらは 第二次世界大戦後最新の技術が含まれたが、1950年代以降に原子力潜水艦と置き換えられることとなった。タング級に取り入れられた革新技術の一つは、軽量庫が高された高速のパンケーキ、ゼネラルモーターズ射精16から338エンジンであった。このエンジンは以前の潜水艦の大半に使用されていた。 水平クランクシャフト及び8気筒のシリンダーが2列配置された旧式のディーゼルエンジンとは大きく異なり垂直クランクシャフトと航空機用エンジンのようにシリンダーは放射状に配置されたこのエンジンは高さ13.5フィート幅4フィートの大きさで4機で8トンの重量となり一つの機関室に収納することができたこれにより潜水艦の設計から 多くのコンパートメントを削除することが可能となった。魚雷発射管のデザインも変更された。前方には位置された6門の魚雷発射管は、以前の圧縮空気による発射ではなく、水圧によって発射されるようになった。この発射方法は空気を使うよりも静粛で、気泡を生じないため後には、世界中の潜水艦設計で採用されるようになった。また、本級以前の艦に4門装備されていた。 後部魚雷発射管は2問に減らされ、さらに、それらの発射管は、長尺の体幹魚雷に対応せず、また、能動的に魚雷を射出できない単純な区だとされた。むしろ、それらは MK、MK-27 のために設計され、自走射出兵器であるマーク -37 を使用するよう計画された。1946年10月に、最初の2隻が発注された。タングは、 ポーツマス海軍造船所で建造された。トリガーは、エレクトリックボート車で建造された。1947年には、ポーツマス海軍造船所に、和風、エレクトリックボート車に、トラウトの建造が発注された。1948年には、ガジョンとハーダーの建造が発注された。建造及び竣工は、トラブルなしで進んだが、1950年初めに、 収益が開始するとエンジンに不具合が生じる。本級のコンパクトな設計がアダとなってメインテナンスは困難なものとなり、また発電機のオイル漏れが生じがちであった。1956年に海軍はパンケーキエンジンの乾燥を決定し、重機とフェアバンクスモース対抗ピストンディーゼルエンジンを採用する。より大きなエンジンを収めるために、機関室は9フィート延長され、 三機のみが収められることになった。1957年から58年にかけて最初の4隻が回収され、ガジョンとハーダーは延長された。機関室と新型エンジンで建造された。1967年にタング、和風、ガジョン、ハーダーはパッシブソナーを装着するための15フィートから18フィートのセクションが増設された。ありがとうございます。